戦後75年、我が国は一貫して平和を重んじる国として歩みを進めてまいりました。世界をより良い場とするため、力の限りを尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この決然たる誓いをこれからも貫いてまいります。黙祷を終わります。私たちは今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により新たな苦難に直面していますが、私たち皆が手を共に携えてこの困難な状況を乗り越え、今後とも人々の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願います。過去を顧み、深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、戦陣に散り戦火に倒れた人々に対し、全国民とともに心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。大戦を知る遺族として、罪のない一般市民まで巻き込まれる戦争の悲惨さと恐怖、平和の尊さ、ありがたさを万世にわたり語り続けて継承してまいらねばならないと思います。